中国の軍事愛好家がネット公開した日本が台湾有事に武力介入すれば中国は必ず日本を核攻撃するという動画が拡散し、中国当局が慌てて削除したのだが、アメリカでは背後に中国共産党や軍がいるとして再拡散している。中国と台湾の問題に日本は巻き込まれる可能性は高いのか。今回の動画ではそこを一緒に見ていきましょう。前回の動画を見てない方はぜひチェックお願いします。まず再確認したいのが、そもそも中国と台湾がなぜ争っているのか。中国は台湾を自国から分離した省で、いずれは再び中央政府の支配下に置かれるべきだと考えている。一方で台湾は独自の憲法と民主的に選出された指導陣を持つ独立国家を自認している。中国の習近平国家主席は台湾統一は必ず果たさなくてはならないとし、そのための武力行使の可能性を排除していない。歴史を見ていくと、複数の資料は清が中国を支配し始めた17世紀に初めて台湾が完全な支配下に置かれたことを示唆している。中国は1895年に日清戦争で日本に敗れると台湾島を日本に明け渡した。1945年に日本が第二次世界大戦に敗れると台湾島は再び中国のものとなった。しかし中国大陸では蒋介石率いる国民政府勢力と毛沢東率いる共産党との間で内戦が勃発。1949年に共産党が勝利し北京を支配下に置いた。蒋介石と中国国民党の残党は台湾に逃れ、その後数十年にわたり台湾を統治した。中国は台湾についてもともと中国の省だった歴史があるとしている。しかし台湾人は同じ歴史を根拠に、自分たちは1911年の辛亥革命後に初めて建国された近代中国、あるいは1949年に毛沢東政権下で建国された中華人民共和国の一部だったことは一度もないと主張している。では世界はどう見ているか。現在台湾を主権国家として承認しているのは13カ国とローマ教皇庁、バチカンのみ。これは中国が他国に対し台湾を主権国家として承認しないよう、あるいは承認を示唆することがないよう相当の外交圧力をかけている。現時点ではアメリカは外交上は一つの中国政策を堅持し、北京にある中国政府のみを承認している。正式な国交も台湾とではなく中国と結んでいる。しかしジョー・バイデン米大統領は5月、米政府の立場を硬化させるような発言をした。台湾を軍事的に防衛するのかと記者から問われ、バイデン氏はイエスと答えたのだ。Early to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made.ただ、ホワイトハウスは、これまでの立場を変えたわけではないと主張した。それでは、中国と台湾の今の状況を見ていきましょう。中国は、2021年に台湾の防空識別圏に軍用機を送り込み、圧力を強めているように見える。台湾は、2020年に防空識別圏に侵入した航空機に関するデータを公開した。報告件数は、2021年にピークに達し、1日に56機が侵入することもある。これに加えて、ロシアとウクライナの戦争問題もあって、中国による侵攻という現実的な脅威に備えるため、台湾の国民の市街戦講習会への参加が4倍に増えている。61.4% もの人が侵略されたら武器を取ると答えた。では中国と台湾の戦いに日本は巻き込まれるのか。アメリカのエスパー前国防長官はこう語る。アメリカが軍事的な支援をした場合、供給ラインは日本と韓国に張り巡らされる。軍事侵攻なのか、水陸両用からの軍事侵攻なのか、台湾封鎖なのか、サイバー攻撃なのか、近隣の国々を巻き込む可能性は否定できないが、始まらないとわからない。日本は台湾と中国の両方の隣国なので巻き込まれることは避けられない。中国の台湾への脅威は日本に対する脅威と同じことなのだ。私たちが皆そう警戒する必要がある。そのために必要なのは、まず紛争を抑止すること。そして紛争を抑止するには、台湾が防御力を向上させること、とのことです。中国が行動を起こすのか、起こさないのか、ではなくいつ起こすのかというのが現状の問題です。幸い離れた土地にいながらも、考えや情報を共有できる SNS という最強のツールがありますので、ぜひ思ったことがあれば、コメントにて、皆さんの意見を聞かせていただきたいです。行動はいつもまずは、自分の考えがまとまってからですよね。あれを買いに行きたい。あそこに観光に行きたい。すべては考えがあってこその行動。改めまして、皆さんはどう思いましたか？ではまた次の動画で。